狙ってきた。遠藤狙った、決めました、遠藤保仁。ジビロ加入後初ゴールはさすがの右足フリーキックで、ちょっとキーパーがいるサイドの方ね、壁のない方を狙ったんですけども、まあやっぱりいいコース行ってますしね、狙い通りのコースだと思う。さあホームの拍手を背に受けて遠藤狙ってきた、芸術的な声がいてゴールに吸い込まれました。ジュビロ磐田同点、遠藤の今シーズン2ゴール目。決まったかのような素晴らしい芸術的なフリーキックでしたね。少しね距離がね、私ね近いから落とすの難しいかなっていうね話したんですけどね、あのしっかりとこう非常にこう厳しいコースにしっかりとこう流し込むような本当芸術的なシュートでしたよね。อย่าลืมไลค์และ Subscribe นะครับ Like Subscribe Push Notification Like Subscribe Push Notification